アルト・キルシュは、フランス、グランテスト地域圏、オーラン圏のコミューン。オルトとは、高いを意味する、ラテン語のアルタス。キルシュとはドイツ語で教会を意味する、大キルヘに由来する。歴史的な地域区分である、スンドゴー地方の首都とみなされている。アルザス南部のアルト・キルシュは、スイス、ドイツ、ブルゴーニュに近い。自治体は、イル川で二分されている。 アルザスジュラ山地ふもとの丘図いにある肥沃な土地、そして森林に囲まれている。ミュルーズへは約2 0トル、タンやセルネーへは約2 5トルの距離である。ベルホールミュルーズ区間を走る鉄道路線がアルトキルシュにあるイルカワタニへ到達する。アルトキルシュは11世紀に作られた。1324年、婚姻によって町はハプスブルク家領となった。 1648年のベスト・ファーレン条約によってフランス領となり、1871年から1919 19年まではドイツ帝国領となったが、その後フランスに復帰した。1659年、ルイ14世は贈り物としてアルトキルシュをマザランへ与えている。マザランが得たアルトキルシュ男爵の称号は現在子孫であるモナコ大公アルベール2世が保有している。 ハプスブルク家の守護聖人とみなされていた聖モランデスの埋葬地であるアルトキルシュは巡礼の地でもある。スイスのセメント会社、ホロシムの工場がある。リーセンスメントで2006でコミューンズジュオーリーン。ありがとうございます。